最近より料理が楽しいです、マスオ TV です。はい、皆さん今日はですね、また簡単レシピをやっていきたいと思います。2月14日といえば皆さん、あの日ですよね。そう、バレンタインデー。そのバレンタインデーに良さそうな今日はお菓子を作っていきたいと思います。そしてね、作ったお菓子を今日はある方たちに、ね、ちょうどユーフェスやってっから食べてもらおうと思います。はい、で今日作るのはですね、何かと言いますと、簡単チョコチップマフィン。とっても美味しそうなマフィンを作っていきたいと思います。ちなみにね、去年も一昨年も僕ね、簡単レシピでバレンタインデーにね、良さそうなものをね、アップしてますので、動画概要欄からよかったらね、見てみてください。生チョコがね、本当は僕一番好きなんでおすすめです。はい、ではね、実際に今日はチョコチップマフィンを作っていきましょう。では実際に作っていきましょう。まず砂糖 70g とバター 30g を入れます。で、これを白っぽくなるまですり混ぜていきます。白っぽくなるってどういうぐらいなのかってね、ちょっと疑問ではあるんですけど、じゃん。ということでね、すり合わせて混ぜていたらこんな風になりました。ここに卵とサラダ油 30g を入れてまた混ぜていきましょう。混ぜ合わせるとこんな風になりました。これがね、もうすでに美味しそうで、ここにですね、ココアパウダーと薄力粉を入れていきます。で、この薄力粉とココアパウダーはふるいにかけながら入れていきます。で、半分こ入れて、まあ半分ずつぐらいですよね、ココアも。で、こういう風にふるいにかけながら、細かい、雪みたい。で、ここに 55g の牛乳の半分ぐらい入れて、これをね、また混ぜ合わせていきましょう。すごい、なんか雪、ふわふわの雪みたいな感じになってますね。ついに登場、チョコチップを入れていきます。サラサラっと、まあお好みですね。一つだけ入れ忘れてました、こちらベーキングパウダー 3g だけ。これだけね、入れてなかったんで、これちょっと本当は順番違うんですけど、はい、入れてちゃんと混ぜましょう。ではこの生地をカップに入れていきましょう。丁寧にね、一つずつ入れていきたいんですけど、いけるかな。よし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 、綺麗に綺麗に。あ、いいねいいね、いい感じだよ。ちゃんとね、綺麗に入りそうです。で、結構膨らむと思うんで、このぐらいですね。ちなみにね、この分量ね、約6個分なんですよ、基本的には。はい、ということでね、こんな風に6等分しました。そしたら最後ね、さっき残しておいたチョコチップを適当にこういう風にね、上にばらまいていきます。これがまたね、いいよね、チョコチップって美味しいからね、そもそもね。はい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 。では予熱が完了したので、これでね、25分から30分オーブンで焼いていきましょう。スタート。ということで30分が経ちました。どうだろうな、じゃじゃーん。おー、いい感じにできてる。おほほほほほ、しっかりとね、膨らんでるし、このね、カップに収まってるし、チョコのね、溶け具合あんまり溶けてなく、ちょうどよくできたんで、すごくね、上手にできたんじゃないでしょうか。ちなみにちゃんと焼けてるか心配だったんで、一つだけね、こう割ってみると、しっかりとね、中まで焼けてます。チョコチップマフィン上手にできましたので、明日ね、持っていくようにラッピングしたいと思います。はい、包みまーす。ね、好きな男の子がいるね、女の子たちはこういうのをその人を思いながらするんでしょうね。いいな。はい、ということで全て包み終えました。結構ね、いい感じにできたと思います。ではね、これをね、実際にある方々にね、食べていただきたいと思います。では行ってきまーす。はい、ということでユーフェス会場に来ました。この方たちに食べていただきたいと思います。マスオ TV でーす。いや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 、ハロー YouTube、 カズさん。チョコチップマフィンです。すごいやん、頑張って作りました。完全に私より女子力高い。初めてちゃんと放送してみました。めぐみさんは女子ですよ。女子ですよ。マジで点数低くいってもらっても構わないです。あー、僕結構お菓子作りするんで。え、やるんですか。お菓子作りしますよ。女子力高いですか。うん、僕女子ですよ。あ、女子ですね。あ、すいません、女子です。女子です、僕。女子、いただきます。はい、お願いします。どうだろう、やばい、緊張する。え、ガチで言えばいい。いいですよ、ガチで。55点。あー、55点。ほんとに
しっとりさがもうちょっといいですね、このマジな感じ。米粉とか使うとね、またしっとりとしたやつも作れるし。じゃあ、私は女子力高いんで、はい、50点。あのね、ガチなやつ。私そんなにパサパサとかないんですけど、はい、いわゆるチョコの味しかしないんですよ。隠し味的な、オレンジの香りとか、なんかオレンジピューレとか、そういうフルーツ系の味か。だってガチでって言ってるね。ありがとうございます。いやいや、どうも。いや、でも美味しいですよ。普通に美味しいです。厳しく採点しました。はい、ありがとうございます。わざとちょっと厳しめに行きました。すいません。はい、レオンチャンネルが食べますよ。このちょっと食べかけのやつ、かけらじゃあいただきます。どうだろう。うん、結構食通そうですもんね、レオンさん、うん、いや僕めちゃくちゃチョコ好きなんで。あ、マジっすか、うん、あ、でもパサッとしてるね。口の中の水分が持ってかれる。持ってかれるんだ。もうちょっと、はい、もちっとしても、でも大人めな味やっぱ。意外とそうなんだ。いや、これは、はい、うまい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 。でも、やべえ、ありがとうございます。点数的には、はい、いや、これでも、はい、なんか普通にお店の焼き菓子で売ってたら全然商品として、あ、普通に美味しいなったんで、いや、厳しめに言っても70点ぐらいなんですよ。マジっすか、ありがとうございます。やったー、美味しかったです。ありがとうございます。うん、最近 TV の最近です。さすが US マイナーのこの元気さ、有名さ、やっぱ盛り上げていかないと。盛り上げていかないと。見た目はすごくいいと思うけど、まあ、ちゃんと作りましたよね、それなりにね、うんうん、香りもいい。あ、香りもいい、うん、で、ちゃんとチョコチップが入ってますよ。かな、いただきます。お願いします。果たして、おっと、予想以上にパサついている。なるほど、はい、確かにね、パサついてるってのは分かるかもしれない。味はいいと思うけどね。あ、マジですか、うん、結構チョコチョコしいって聞いたんですけど、うんうん、僕食べてないんであんま分かんないですけど、チップがいいですね。あ、チップが、うん、チョコチップがいい、うん、コーヒーがあればバッチリ。コーヒーとセットで、コーヒーセットで出してほしい。テイズセイキンズポイント、ブルル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 ル80点。え、そんな高得点もらっていいんですか。うん、素晴らしい女子力でしたね。ありがとうございます。なんと次はこの方に食べていただきます。瀬戸康史です。よろしくお願いします。ぷんぷんぷん。え、ぷんしちゃった、ぷんしちゃった。作りました。すごいね、こんなことできるんだ。いや、バレンタインデーですから。え、これは何、これはチョコチップマフィン。チョコチップマフィンね。はい、いやー、ちょっと男の人が作ったやつ食うのって俺初めてかもしれないな。そうなんですよ、僕男なのにこう包んでて何やってんだろうって昨日思っちゃいましたけど。パサついてるっていう噂があるんですけど、うん、でもね、はい、あの市販のこういうマフィンとかマドレーヌとかでもパサついてるやつあるからね。ありますよね、うん、喉乾くなこれっていう、うん、それそれ、そのタイプ、そのタイプ、あの口の中はちょっとパサパサになる感じです。でもうまい。あ、普通に食べれる範囲ですか。はい、カズさん50点とか言ってたけど、いや、カズさんはもともとそういう料理するし、うん、作る人だから、はい、作る人っていうのもあるし、あーのちょっとあるね。でもうまい。俺ちょっと一口食ったけど、はい、もう一口行きたいなっていう気持ちになってる。二口ぐらいに、うんうん、あ、これで満足ぐらいな感じ。もううまい。あ、うまいっすか。うん、おお、やった。点数を言おうか。はい、グレイサイドゴーズポイント。スルーシク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 。75点。そう、もうちょっとしっとり感があったらベスト。あ、okay、でもそれだけだからマジで。じゃあ次ちょっとしっとり感気をつけて作ればマジでいけると思う。いけます。やった、うん、分かりました。ありがとうございます。これからも頑張ってください。頑張ります。ういー。そして最後はこの方に食べていただきましょう。きた。うん、結構いい香りしてるじゃん。あ、いい香りしてる、うん、いいね。すごい。あの、ちなみに変なもん入ってないよね。まあ、それね、セイキンさんも言ってたんだけど、俺そういう YouTuber 的な面白いことできないんだ。あ、よかった。デスソースとか入ってないよ。ヒカキンに何か入れて怒らせたとかないよね。あ、違うんだよ。うまそうじゃん、普通に。実は市販のやつとかじゃないよね。違うよ、うん、どうだろう。結構さ、味覚厳しいよね、正直。なんかね、うん、ふーって吹いたら、ふわーって。ただ、
あの、よくあるこういうやつは。あ、よくある。うん、なんかコーヒーがあれば美味しく食べれる。あー、コーヒーと一緒にタイプか、やっぱ、うん、全然いい。あ、マジで。うん、おお、まさか喫茶店でコーヒーと出せばもう全然いい。俺と同じこと言ってるから、これ瀬戸さんとも同じこと言ってるぞ。でも、コメント、コメントがみんな同じっていう。見た目と、このチョコチップのなんかバランスとかすごい、味もすごいいいです。あ、マジで。そう、唾液が追いついてくると非常に美味しい。すごい難しい。ブラックコーヒーと食いたい。あー、うん、いいね。うまい。あ、じゃあ、Today's Hikakin's Point。出てますボーイン。出て出て出て。出る出る出る。バン。プロフェーン。エイティ。え？いや、なんか普通に人が出店。で、人の手作りだったら全然うまい。ああ、やったー。ありがとう。ヒカキンでした。バーイ。